高鳥焼のとっくり。17世紀中盤から後半高鳥焼は、福岡県朝倉郡東方村、福岡市沢楽などで提唱されている陶器で、400年ほどの歴史を持つ県下有数の雇用。高鳥焼はもともと、福岡県農型市にある高鳥山のふもとにて焼かれており、朝鮮出兵の際に、黒田長政が、東高、八山を連れ帰って焼かせたのが始まり。 海洋は1600年と言われている。鎌場には、永万寺、匠洋、内賀、磯洋、山田洋があり、これらを小高鳥と呼んでいる。江戸時代には、黒田藩の御洋洋として繁栄。玄那年間には、非全国から唐津焼の投稿を招き、技術を向上させている。そして、寛永年間に入ると、二代藩主、黒田忠行は、小堀正和と交流を深め、 演習好みの茶器を多く焼かせた。それが縁で演習七葉の一つに数えられ茶頭産地として名を高めることとなった。この頃の中心は白旗山葉で演習好みの勝者の茶器は演習高取と呼ばれた。その後、二代目の八蔵帝名が現在の東方村に鼓用を築き、より繊細な作品が多く焼かれた。以後は福岡の大賀谷に、 移転、18世紀には、東皿山と、西皿山に分けられ、細分化されていった。今日では、数箇所の釜本が至るところに残っており、一度廃藩置県により、廃下まし下、高取焼直径系の釜場にも11代目、高取聖山の手により再び火が灯り、現在も、小堀演州を流祖とした演州茶道総家の、お家元から指導を受け、一思想伝により、 伝統を受け継いでいる。高鳥焼は時代によって全く毛色が違っている。高鳥焼創造期の小高鳥の中でも特に内毛素用は合法かつ大胆な織部好みの衣装で、ろくろによって成形された深淵にヘラで歪みを加えており、今日の視点から見れば芸術性豊かで教師をそそる思考があるが、その奥に隠された思想により、 古用用廃絶の浮き目に遭遇することになった。後の、演州高取になると、器は丹精になり、小高取とは、対照的に、勝者、風流人好みの作品が焼かれるようになった。小石原高取の頃になると技術は乱熟し、演州高取より、さらに繊細な作風となっている。なお、小石原高取は、民謡の小石原焼きに、多少の影響を与えている。 今日の作風は、小石原高取囲碁の技法で、使用する釉薬は多い。個性的な釉薬が多く、高取公有、春慶有、高宮有、道家有、フラシ有、真国有などがある。ありがとうございます。